ドア閉まります。Thank you.
今回はなぜ僕がホームワイドホームドアの中を解説していきたいと思います。今から話すことはホームライナー渡辺さんという、YouTube やってる方から、動画内で、紹介していた方法です。それをそのままみたいな感じになっちゃうんですけど、話したいと思います。これ見ていただければ分かると思うんですが、かなりホームの長さがもうギリギリという状況になっていますよね。例えば普通のホームドアで行くと、この柵、この鉄のこれをはみ出したと思うんですよね。だからワイドホームドアになってるのかなって考えます。ワイドホームドアにすることによって、ホームドアを収納できるスペースが狭くなりますね。1番線は6両編成エアポート急行新寿司行きです。これだけで済むってことですね。次は予定に止まります。車窓さんの、立つ位置も かなり狭まってますよね。今度の1番線は6両編成エアポート急行新寿司行きです。次は日の出町に止まります。Thank you.
横浜に到着です。普通浦和駅南Thank you.
三崎口行きです。